エジプトが返還を求めるロゼッタストーン文化財、返還問題とは、合法売買や窃盗など合法的または違法な手段によって外国に渡った文化財を、その原産国、所有権を持つ国が返還要求することに関わる、あるいは譲渡を要求することに関わる問題である。主に違法な略奪、盗掘や植民地支配、戦争下での国家による違法な持ち出しが、 対象になるが、売買などを合法的に収集された文化財の返還を求めている場合もある。フランスは合法的に収集された文化財に対する韓国の返還要求は拒否している。エルギンマーブルのように略奪されたと考えられているものだけでなく、ロゼッタストーンなど合法的に売買されている文化財への返還要求は、それらは国家ばかりでなく、 それを所蔵する博物館にとっても目玉となる展示品となるため文化財返還用は困難で期限付き対応で所有権までは引き渡さないでレンタルする場合がある。1970年11月に採決され、1972年4月に発行した文化財不法輸出入等禁止条約は文化財の不法な搬出を禁ずる国際的条約であり、 1970年以降に他の契約国で盗まれた文化財の輸入の禁止、返還、回復、文化財の輸出規制などを定めている。条約以前に取得された文化財は返還義務の対象外となっている。2002年11月時点でオーストラリア、カナダ、中国、エジプト、フランス、ギリシャ、インド、イタリア、韓国、ベルギー、ポルトガル、スペイン、 ロシア、トルコ、アメリカ、イギリスなど、計96カ国が加盟している。2002年12月9日、日本も加盟した。貴重な文化財が一国に集められることで、学術的な研究が進みやすいといった点や、原産国が文化財の保護や管理に熱心でない場合もあり、原所有者側が、産逸や劣化を防いでいたという点から一定の評価をする意見もある。 一例として、これまで大英博物館はエルギンマーブルの所有を正当化する主張の一つに挙げていたが、事実にリシアでは大気汚染によりパルテノン神殿での展示は不可能となっている。また、所蔵する博物館側が自らを普遍的美術館として位置づけ、その正当性を訴えた普遍的美術館の価値とその重要性についての宣言は、その一例である。 ルーブル美術館やメトロポリタン美術館などが団結して過去の行為は現在と異なる価値観と文脈で判断すべき特定の国家ではなく普遍的にあらゆる人々へ奉仕する義務を強調する声明であった2002年大英博物館を除く欧米の主要な18館が参加した返還という語は所有側に合法性のある文化財について引き渡す ことに用いることは避けられ、譲渡や引き渡しとされる。この点で、日本側が引き渡しとして譲渡したのに、韓国側が違法に取得された文化財に用いる返還だと意図的に公約して、公式発表した場合のように両国間で祖語が生じる場合もある。フランスのように所有権についての争いを回避として、図書内容のコピーデジタル化後に5年ごとに更新する。 太陽という形式にするやり方もある。所有権を争われる可能性のある品が国外で展示された場合、差し押さえや訴訟の対象となることがある。この種の問題を回避するため、訴訟や差し押さえ等の対象から除外する法整備を求められることがあり、日本では海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律が2011年に制定されている。 返還要求国の文化財管理能力が疑問視されることもある。現地に残された文化財が破壊、汚損、盗難、散逸などされ、先進国が奪ったもののみが良好な保存状態で現存するというケースがしばしば見られる。もっとも大英博物館がエルギンマーブルを損壊したように、先進国にある文化財が必ずしも状態良好ではないことも指摘されている。 この問題に対してペルーは2011年にエール大学から譲渡されたマチュピチュの文化財を収蔵するためクスコに新たにカサコンチャ博物館を建造している。この他エジプトはギーザに博物館を建造するなど受け入れ体制の整備は各国で行われている。変換された文化財の中では2006年にウシャク考古学博物館で アメリカ合衆国からトルコに返還されたリディアの財宝から金のヒッポカンポスのブローチが盗難に遭う事件が起こった。その後、同国の博物館の管理体制を見直したところ、いくつかの盗難事件が発覚している。エジプトは2010年までに5000件の文化財返還に成功している。詳細は朝鮮半島から流出した文化財の返還問題を 参照2006年に朝鮮王朝実録、2011年に朝鮮王室儀機を日本側は引き渡したが、これを韓国では返還と称している。フランスは返還を拒否して5年ごとに更新する太陽の形を取った。2012年に日本の長崎県津島市の観論寺から韓国の窃盗団が盗んだ。 文化財を日本に返還しなくてよいと2017年1月に韓国の裁判所で判決が出た際に日本政府は明らかな盗難品を返還しないことは国際法に違反すると指摘した。この判決以降に韓国への文化財の対応に日本だけでなく帰ってこない恐れから世界各国の博物館や美術館も否定的になって拒否する事態になっている。 さらに、他国の文化財所有権保護のために、アメリカ合衆国、日本、イギリス、カナダ、台湾、ギリシャなどは、文化財差し押さえ防止を定めた国際条約に加入している。西京大学の孫本文軍教授は、差し押さえ免除法は、国民の文化共有権を保障するために必須、世界の流れに反し、韓国だけが法の制定を先延ばしにしていることは深刻な問題。 と他国のの文化財の所有権保護を訴えている日本国内で保管されていた文化財が盗品として韓国に違法に持ち出されていて、長崎県安国寺の高麗版大般若行と兵庫県革林寺の掛け軸阿弥陀山尊蔵について韓国政府による調査を要請している。また、津島総家文書等の文献、資料が韓国に残存していることも判明しているが、 これに関してはアクセス改善要求に止まっている。戦前にはプロイセン州立図書館に収蔵されていた。1977年には一部が当時のドイツ民主共和国に返還されている。2005年に韓国に引き渡され、翌年に北朝鮮に返還された。ありがとうございます。